ケイトビヒゾフィー・ホン・ブランデンブルクは、ドイツのブランデンブルク選定校下の校女で、ヘッセン・カッセル・ホーハク・ビルヘルム6世の妻。ブランデンブルク選定校、ゲオルク・ビルヘルムとその妻で、プファルツ選定校、フリードリヒ4世の娘である、エリーザベト・シャルロッテの間の、第三子、次女として生まれた。1649年7月9日に、ベルリン近郊のケルンデ・アシュプレにおいて、 ビルヘルム6世と結婚した。1663年に夫が死去すると幼い長男ビルヘルム7世の摂生となったが、ビルヘルム7世が1670年に溶接すると、引き続き次男のカールの摂生として1677年まで務めた。ヘイトビヒは当初、夫の慎重な外交姿勢を継承して、中立政策を追求していた。しかし、 フランスのライン地方への拡大政策によって、ヘッセンカッセルは侵略の危機にさらされるようになった。彼女は、両方盗賊への特別課税により、30年戦争とヘッセン戦争以来、縮小されていた軍隊の兵員活動を実現させた。また中立を放棄し、1673年に、兄のブランデンブルク戦抵抗、フリードリヒビルヘルムと、軍事同盟を締結した。 同時に、ヘッセンカッセルは新生ローマ皇帝主導の対フランス諸戦争にも、自軍の派兵を行うようになった。息子カールが成人すると、ヘイトビヒは、摂政の地位を降りることを嫌がって抵抗し、母子の間で緊張が起きたが、結局ヘイトビヒは1677年8月8日に、摂政を退任した。夫との間に4男3女の、計7人の子女を設けた。 ハンスフィリパイ、ダイランドグラフシャフトヘッセンカッセル1648806イコールバーナナフェントリチュアンガンデア、ヒストリシアンコンミッションフィワヘッセン46イコール、クライネスリフトン8、マールブルグ2007。ありがとうございます。